こんにちは、タレントインベストメントの草です。今日もよろしくお願いします。以前ですね、衝撃的な発表がありまして、でそれというのはここに書いてあるんですけども、その弁理士の仕事の 92.1% が AI、ロボットなどによって代替されるということでした。で今日はこの内容がですね、妥当なのかどうかについて、簡単に検証していきたいと思います。でそもそもですね、その発表された内容が、どういうものだったのかというとですね、2015年なんですが、そのオックスフォード大学と野村総合研究所、これ日本の会社ですね。でこの2社がですね、共同研究を行いまして、でその共同研究の結果によるとですね、その10年から20年後にその日本の労働人口の約 49% の仕事が AI ロボットなどによって代替されるということです。でしかもですね、その中で事業系、例えばその公認会計士とか税理士とか行政書士とか司法書士とか、あと社会保険労務士とか、そういった事業系の仕事ですね。でそれらっていうのは7割、8割、9割以上がその AI ロボットなどによって代替されるということでした。でしかもその中で弁理士がですね、92.1% と、非常に高い割合なんですね。で、これが本当だとすると、将来的に弁理士の仕事はほとんど、なくなってしまうと、なくなるというか、その AI ロボットによって代替されるということですね。でこれに関してですね、その弁理士の仕事に関して、僕は弁理士ではないんですけども、普段その弁理士としょっちゅうやり取りをしていたり、自分自身もですね、その弁理士試験の勉強を4年間やっていたという経験からですね、これが妥当なのかどうかについて考えていきたいと思います。で今回ですね、その弁理士の主な業務をここに書きました。でそれぞれの業務について、その AI ロボットなどが代替できるのかどうか検証していきたいと思います。でまずですね、一番目のアイディアのヒアリング面談というものなんですけども、これはですね、その何かアイディアがあると、その例えば技術的なアイディアですとか、あとはその、デザインとか、あとはロゴマーク考えましたとか、そういったアイディアがあって、でそれを権利で抑えたいと、特許取りたい、商標権取りたい、意匠権取りたいとか、そういったことですね。でその際にそのクライアントからですね、相談を受けて、で弁理士が対応するわけなんですけども、その時いろいろですね、そのクライアント側からそのアイディアの情報を聞くんですよね。で、その聞いた内容を単に書類に起こすんではなくて、弁理士からですね、必要な情報をいろいろ聞き出さないといけないんですよね。で、その事業、どういう事業の方針でいくのかとか、その事業の内容ですね、具体的にどういう内容なんですかとか、そういったことを深掘りしていかないといけないんですね。で、それがですね、非常に重要な業務となっています。入り口なので、ここがですね、ものすごい重要なんですね。で、その時に当然、クライアントとのやり取りなんで、コミュニケーション能力が非常に重要になってきます。で、そうするとですね、AI とかロボットができるのかというとですね、これはなかなか難しいと思います。で、その先ほど言った、そのクライアントからいろいろヒアリングして、で、かつ、いろいろ質問するっていうところもですね、その質問内容っていうのは、いつも一緒じゃないんですよね。で、そのアイディアによっても、もう全然変わってきます。ポイントがどこかとか、そういったところによって聞く内容がだいぶ変わっていきますので、そういった起点をですね、AI が聞かせられるかどうかっていうのは、なかなか難しいんじゃないかなと思いますね。で、あと、その相手の顔色を伺ったりですね、ちょっと余談を入れたりとか、そういったなんか空気読むとか、そういったこともですね、AI ロボットだと厳しいと思うので、ここに関しては、その AI ロボットが代替するのは、ほぼ不可能かと思います。もちろんその決まりきったような決まりきった内容ですとか、あるいはその簡単な内容だったら AI ロボットでもできると思うんですけども、やっぱりその複雑になってくるとですね、それは人じゃないとできないと思います。で続いてはですね、この書類作成ですね。で書類作成というのは、その特許庁に提出する書類ですね、それを作るというものです。でこれに関しては、その商標とか意匠であればそんなに複雑ではないので、これに関しては AI ロボットといったものでもできる可能性は十分あると思います。ただですね、問題は特許なんですね。で特許っていうのは非常に複雑な書類です。でその特許はその技術的なアイデアを保護する権利ですので、その技術的なアイデアの内容をびっちりですね、書類に書いていかないといけないですね。その技術的な背景とか、その技術の内容とか、であとはその特許取りたい権利の部分とか、あと図面とか、そういったものが含まれてくるんですよね。でこれっていうのはですね、その当然技術的なアイデアの内容によっても全然書く内容違いますし、であと技術的な背景も全然変わってきますし、であるいはその事業の方針、そのクライアントの方の事業の方針によって
その書く内容がですね、結構変わってきたりするんですよ。で、それっていうのは、まあ当然その、まあここで行った、まあヒアリングとかそういったことも重要になってくるんですけども、まあそれをですね、踏まえて書類を書くのっていうのが、まあなかなか難しいと。その決まった正解っていうのが、まあないわけなんですよね。なのでその弁理士の人によって、個々の弁理士の人によっても、だいぶその書いていく内容が変わってきます。やっぱそのスキルとかもあるんですけども、まあ、そういったことによってだいぶですね、内容に差が出て、まあ、取れる特許の内容も変わってきたりするんですよね。でそうすると、その AI ロボットが、その書類作成をしたときに、まあ、ちゃんとした内容になるかっていうのは、まあ、結構未知数というか、まあ、ほぼ難しいと思うんですよね。まあ、簡単な内容であれば、もちろん書けると思うんですけども、ただそこまで複雑、もう変数だらけの難しい書類を書くってなると、きっちりいいものを書けるとは、到底思えないですね。で、よくある意見だろうなと、まあ思うのがですね、特許って、その特許工法として、その、たくさん情報がストックされてるんですよね。で、しかもそれ公開されてるので、まあ、それで AI のそのデータとして使えるんじゃないかというふうに思う方いらっしゃると思うんですけども、まあそれはですね、正解なんですが、ただですね、膨大な量の特許の書類を AI に読み込ませたとしても、そこからですね、その、どういうふうに書類を書くのが正解なのかということを算出したり、あとはなんか特徴量を出していくっていうのはですね、まあ、個々に内容が違いすぎるので、なかなか難しいと思います。なんかその、機械学習ディープラーニングっていうなんか手法ありますけども、まあそれによって、できること、できないことってあると思うんですけども、特許の書類を、分析、細かく分析していくっていうのは厳しいと思います。まあもちろん簡単にはできると思います。なので、ある程度の内容を、それっぽく書くのはできるとは思いますが、やっぱその特許の書類っていうのはですね、まあ本当に細かい一言一句、正確に書かないと、まあ、しっかりした権利が取れない時も結構ありますので、まあ、そういった場面にはなかなか対応できないと思います。で、次は調査ですね。で、調査に関しては、これはできると思います。で、調査っていうと、これまで出された特許の内容とか、商標の内容とか、遺書の内容を調べるということですね。で、調査っていうのは、キーワードで調べたり、あとはですね、なんかその図形の特徴で調べたりっていうところがあるんですけども、まあ、それに関してはですね、例えば特許の場合、ある技術について調べたいとなった時に、ある程度その内容をもう文章で入れればですね、そこから推測して、そこに関係する書類を、抽出するということですね。まあこれは大丈夫だと思います。で、すでにですね、その AI による特許調査っていうのは行われてるんですけども、まあ、僕使ったことないんですが、結構それなりの精度らしいです。結構いい結果が出るそうですね。まあ、ある程度ですね、その文言してしまえば、そこの文言に紐づいた、その類語とか関連語をですね、まあ、自動的に抽出してきて、で、そういった言葉が含まれる文献を抽出してくればいいだけなので、まあ、これはですね、そんなに難しくないのかなと思います。続いてですね、四つ目は、事務ですね。で、事務っていうと、まあ、弁理士だけじゃなくて、他の仕事にも言えるような内容があるんですけど、まあ、請求書を作るとか、なんかクライアントと連絡するとか、電話受付するとか、まあ、そういったことですとか、で、まあ、弁理士特有のものだと、例えばですけど、期限管理ですね。で特許とか商標とか遺書ってですね、その手続きの期限だったり、その書類提出の期限だったりっていうのがですね、まあ、たくさんあるんですよね。なので、それをですね、覚えておくっていうのは非常に難しいので、何らかの方法で管理しないといけないという事情があります。で、これに関してはですね、実はその期限管理システムっていうのがすでに、まあ、たくさんあります。まあ、なので、まあ、正直ですね、これ AI 使わなくてもできてしまいます。なので、まあ、結論としては、まあ、AI でも十分代替可能ということになります。で、以上の4つがですね、まあ、ほとんどの弁理士の人が行うような業務ですね。で、他にはですね、例えば訴訟っていうのがあります。で、これ知的財産に関する訴訟なんですけども、特許侵害訴訟で争うとか、その商標権侵害訴訟で争うとか、そういったことですね。で、訴訟に関してはですね、これもですね、その個別の案件ごとにもう事情が全く違うので、なかなかその正解っていうのがないんですよね。どうしてもその解釈によってだいぶいろいろ分かれてくるので、まあ、それをですね、まあ、一義的にこういう結論だって導き出すのは、まあ、ほぼ不可能なんですよね。なのでこれはですね、AI ロボットで行うっていうのは、まあ、かなり難しいかと思います。あとやっぱその裁判官とのやり取りとか、その弁護士、弁理士同士のやり取りとか、そういうのもあるんで、まあそれは当然ですね、その AI ロボットではなかなか難しいということですね。あとは交渉ですね。で、交渉っていうのは、これ主に、まあライセンス交渉ですね。ライセンス交渉というと、その特許とか商標の、まあ使用料ですね。
それを決めるという交渉が多いです。例えば、僕が特許を持ってて、他の人がですね、僕の特許を使いたいって言ってきた場合に、あ、じゃあ、売上の 5% くれれば使わせてあげますよとか、まあそういったことですね。で、そのパーセンテージ決めるとか、その条件決めるのはですね、その結構重要なところでして、で、それもですね、過去のデータ一応あるんで、それに基づいて、平均値出すとか、そういった簡単なことはできるんですけども、ただ、当然ですね、その当事者同士、各々、自分の考えあると思いますし、やっぱその経営の状況を考えると、やっぱりその、平均値でこうだって言ったからって、それで、よしってならないと思うんですよね。やっぱその、いや、この事業はすごい価値があるから 10% じゃなきゃ使わせないとか、まあそういった、やっぱ主張とかあると思います。なので、これも AI ロボットだと、まあ、できないと思います。まあ、できないというか、不向きだと思いますね。で、最後ですね、このコンサルですね。で、まあ、コンサルっていうと、その、まあ、アドバイスするような形です。で、単純に言われたことを、そのまま書類に書いて、特許書に出すとか、そういったことじゃなくてですね、まあ、どうやったらいい権利を取れるかとか、なんかいろいろアドバイスしたり、その取った権利をどうやってその経営に生かしていくかとか、まあ、そういったことをアドバイスするというような形ですね。で、これも当然その、まあ、クライアントと弁理士とのやり取り、コミュニケーションが重要になってきますので、これも AI ロボットではなかなか難しいと思います。で、僕の意見にはなるんですけども、まあ、以上のようなことを踏まえると、まあ、今後ですね、その弁理士の仕事が AI ロボット等によって、まあ、ほとんど代替されるっていうのは、まあ、少なくとも、まあ、40、50年はないと思います。完全に可能性ゼロではないんですけども、完全に可能性がゼロではないと思うんですけども、まあ、なかなかその代替するっていうのがですね、難しいと思いますね。まあ、40、50年経っても、まあ、ほとんど人がやってるんじゃないかなとは、正直思います。で、あと、これはですね、弁理士だけじゃなくて全業界に言えることなんですけども、その AI というものがですね、まあ、一部では過大評価されていたり、で、あるいはですね、一部では思った以上に進んでいるという面もあるんですね。なので、そういったことを踏まえると、まあ、今後 AI がどれだけ発展していくかっていうのはですね、まあ、正直、誰も読めないんじゃないかなと思います。まあ、間違いなく将来的に、その、人を超えるとか、まあ、そういった究極の領域までは達すると思うんですが、ただそのペースがどれだけなのか、あとその業種によってどれだけ AI ロボットによって代替されるのかっていうのはやっぱ分かんないと思います。まあ、なので、まあ、全て代替される可能性があるというぐらいの認識でいいと思います。まあ、AI とかロボットはですね、まあ、弁理士問わず全業界にとってかなり重要なものになっていくと思いますので、またですね、機会がありましたらそういった話に触れていきたいと思います。それでですね、補足なんですけども、まあ、今回その、奪われるっていう表現使ってるんですけども、ただですね、これ表現上ネガティブなんですけども、実際のところはですね、いいことが多いと思います。というのも、奪われるっていうのは、その、弁理士がやらなくてもいい仕事が出てくるというところですね。で、まあ、全体 100% のうち、まあ、20-30% でも、その AI ロボットが代替してくれればですね、まあ、弁理士がやることが、まあ、2-3割省けるっていうことなんですよね。で、それによって生産性が上がればですね、その弁理士の人たちも喜ぶかなというふうに思います。そうやって生産性が上がれば、クライアントの方も喜ぶので、まあ、結果的にですね、まあ、全員、まあ、プラスの方向に行くんじゃないかなというふうに考えています。なので、まあ、未来はですね、その AI に仕事を奪われるっていうですね、なんか暗い未来ではなくて、なんか生産性がすごい上がっていくという明るい未来かなと、個人的には思っています。ということでですね、まあ、未来は割と明るいと思いますので、この弁理士という仕事をですね、ぜひ認識しておいていただければと思います。で、今日の内容は以上となります。で、引き続きですね、知的財産に関する情報ですとか、あとはその知的財産に、まあ、関係するような内容をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本動画をご覧いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた。